ヨハネの福音書20章。さて、週の初めの日に、マグダルのマリアは朝早く、まだ暗いうちに墓に来た。そして、墓から石が取り抜けてあるのを見た。それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から石を取って行きました。石をどこに置いたのか、私たちにはわかりません。そこで、ペテロともう一人の弟子が外に出てきて、墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子が、ペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。そして、体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて、墓に入り、雨布が置いてあった。イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになって、いるのを見た。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまだ自分のところに帰っていった。しかし、マリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら、体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると、二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに、白い衣をまとって座っているのが見えた。彼は彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。すると、イエスが立っておられるのを見た。しかし、彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父の元に登っていないからです。私の兄弟たちのところへ行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダルのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。その日、すなわち、週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼の中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言って、イエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは、主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られるときに彼らと一緒にいなかった。そこで、他の弟子たちが彼に、私は死を見たと言った。しかし、トマスは彼に、私はその手の釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言った。8日目に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼と一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て、彼の中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？
見ずに信じる者は幸いです。この書には書かれてはいないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。